何が変わった？太った。背中を丸めるようになった。丸めた方が腹筋を意識しやすいが合ってないのかもしれない。テイクバックを後ろに引きすぎている。また軸足の乗せ方が浅くなって体重移動が弱くなった。肩甲骨の動きが硬くなり肘がうまく動いていない。2017は体幹からねじれているのに対し、今年は腕振りだけで終わっている。菅野選手が復活するためにはまず体を絞って肩甲骨と股関節の動きを柔らかくする必要がありそう。まだまだ頑張ってほしい。